2球目と。おっと、1塁ランナーはワンバウンドしてボールをそらしたのを見て2塁に進塁です。佐伯がきっちりと相手のミスにつけ込んでワンアウト2塁、点差は3点ありますが、まだ4回5回と攻撃が残っています。さあ、得点圏にランナーが進んだワンアウト2塁、チャンスの場面で吉村、というような音が放送席にも聞こえてきました。吉村のスイング、ツーボールワンストライクになります。そのボール打ち上げた、バットの先、ファーストの振っていかない、ファウルボール、ツーボールツーストライク。二塁ランナーは最近バッターは吉村、一塁アウト。ショート軽快にさばきました。ショートは阿部です。